やるっきゃねえよな。僕の首を落とす。おい、行こう。おりゃ、ま、気楽に行こうや。おりゃ、前進する。君すぎるの。飛んできやがる。これより
下がれ。出陣する。よし、俺たちの勝利だ。狩りはお嫌いですか？あ、男の方ってどうして血を流すのが好きなのでしょう。戦も狩りも。まあ、姫様、ここをこう。おい、そっちに行ったぞ。追い込め。もう大丈夫。お怪我はありませんか？どうなさいました？怖かったんです、とっても。まだ心臓がドキドキいってます。私こんなに。少しは気が紛れたようですね。さあ、戻りましょう。みんな心配しています。クリフェース、クリフェース、ガッツ、と、クリフェース、クリフィス、クリフィス、
泣くな、キャスカ。フリフリス。ヤオ、大丈夫なのか？触るなよ。多分毒が塗ってある。じゃあなおさら。いや、こいつが盾になってくれたんだ。ハオの卵。すげえ、マジかよ。嘘だろ。そんなことあんのかよ。すげえ役。ありえねえよ。並大抵の運じゃない。奇跡だぜ。俺は部下どもを連れてその辺の茂みをさらってみる。グリフス、一応甲冑を脱いで、怪我してるかどうか。うん。高くついたな、この毒を。ニコルの野郎、惚れた女と結婚するために戦場で功を立てるって息巻いてるってよ。たかが女のために。たかが女って笑えるほどオタクモテてたっけ。バカ野郎、俺はこのまま行きゃ貴族にもなれる男だぜ。そこら辺の女なんぞに構ってられねえんだよ。なんだリッケルト、鍛冶屋の仕事に興味があんのか。鍛冶屋っていうか、ものづくり、仕掛けのあるもの全般かな。クロスボウ使うのも好きだし、もっと複雑で役に立つもの作ってみたいなって。グリフスはどこだ？話があんだが。グリフスは大臣たちと謁見中だ。終わってからにしろ。グリフィスは貴族でミッドランド軍の騎士なんだ。お前みたいに剣振り回していればいいだけの人間じゃない。